解説の霊夢です。アシスタントのマリサだぜ。このチャンネルでは、第二次大戦の兵器を中心に解説しているよ。戦前戦中の雑誌なんかもあるけどな。今回は久しぶりに、月刊 CIC をやるよ。前回のフライング誌は一般向けだったけど、これは軍関係者向けの機密情報誌だったよな。当時の最新機器や戦場の状況や、敵国に関する情報が、より詳しく紹介されているね。今回解説するのは、1945年3月号だよ。戦争後半から、末期に近づきつつある時期だな。この中からレーダー用の最新機器や、日本軍に関する情報など、いくつかの記事を紹介するよ。お願いします。まずは、日本軍のレーダーがどれほどのものかについてだよ。アメリカが調査した日本のレーダーの能力だな。記事によると、米軍が日本軍のだいぶ先を行っていたけど、日本人は伝統的に他人のアイデアを取り入れて、うまく使うことに長けていて、その差を縮めている、ということだよ。艦船や航空機とか、米軍に対抗できる分野を短期間で発展させてきていたからな。記事には、こんなことが書いてあるよ。日本は、現在我々より少なくとも1年遅れている。将来において、この優位性を保てるかどうかは、不確かである。実際には、それ以上の遅れがあったんだろうけどな。日本軍のレーダーの能力を、割と高く見積もっていたのかもね。次に、日本軍が運用しているレーダーについて、次のように書かれているよ。陸上設置型、対空対水上レーダー、戦場設置型、対空対水上レーダー。航空機設置型、対水上レーダー、射撃式レーダー、サーチライト式レーダー、ウィンドウ、レーダー防受受信機、戦地波レーダー、日本が持っている機式、将来使うことが予想される、PPI、IFF、電子式妨害機、地上管制による迎撃。日本のレーダーがどの程度成長したのかは、200以上の島に450を超える。彼らの陸上レーダーチェーンがあるということが示す通り、気がかりな事実である。レーダーの能力とか、どれくらい有効に活用されていたかはともかく、よく調べていたんだな。最後は、このように締めくくられているよ。しかし日本軍は、すぐに習得するだろう。彼らはレーダー開発に苦しみながらも、追いつこうと必死の努力をしている。好むと好まざるに関わらず、彼らは我々の経験から、いくらかの恩恵を受けている。従って、我々の努力や姿勢に、慢心することがあってはならない。敵国に関する記事では、毎回こんな戒めのような言葉で終わることが多いな。常に敵を侮ってはいけないという意識を、持っていなければならないということだね。次は、新型のレーダー機器に関する記事だよ。一般紙には載ってない情報だな。これは PDQ という、レーダー画面とレーダーからの情報を、艦内の各部署に伝える装置だよ。どんなことができるんだ？レーダー画面を、レーダー室以外の部署にも表示させたり、目標の距離や位置のデータを、下方の射撃板に入力できるようになったんだよ。レーダー画面を共有できたり、レーダーと下方との連携が、さらに強まったんだな。このように、SK レーダー、SG レーダー、VF の情報が入力されて、司令室や露天環境、操舵室、環境などに表示されるようになったよ。記事によると、この装置の主要な機能は、最短で目標を狙うためにあって、従来、CIC からの情報が射撃板に届くまで、若干の時間差があったけど、この装置を使うことで、レーダーからのデータが、直接射撃板に入力できるようになって、より素早く照準することができるようになったそうだよ。これは現代の射撃システムの元祖のようなものだな。次は、IFF についてだよ。敵味方識別装置だな。IFF は、1939年から英軍でマーク1というシステムが使われ始めて、マーク2、マーク3と改良されたシステムが、連合軍で使われていたよ。レーダーが使われ始めた初期の頃から、IFF があったのか。この記事では、IFF マーク3について説明されているよ。IFF の仕組みは、以前別の動画でも解説したけど、IFF の送信機から発信された電波に、航空機や艦船に搭載されたトランスポンダーが応答して、レーダー画面上に表示するというものだよ。例えば、このエースコープ上には、下の方にも反応が現れて、味方だとわかるようになっているよ。
PPI スコープの場合は、点が追加されることで、味方だと判別できるよ。なるほど、一目瞭然だな。記事によると、従来の IFF マーク3では、A バンドという周波数を使っていたけれども、電波の指向性が強くて、IFF アンテナの向きによっては、電波が弱くて、うまく表示しないことがあったみたいで、これを改善するため、G バンドという周波数を使った新型の、ANAPX1、ANAPX2 が開発されて、装備されるようになったということだよ。IFF もどんどん改良されていったんだな。それからこんなことが書かれているよ。IFF システムは、応答が本物であることを確実に保証する、絶対的な手段を提供しているわけではない。敵にトランスポンダーを捕獲され、利用されることを拒絶することが重要である。そのため、すべてのトランスポンダーには、敵地に不時着した可能性があるときには、パイロットがスイッチを操作して破壊するための、小型の爆薬が仕込まれている。なるほど、これが敵の手に渡って利用されたら、大変なことになるからな。爆薬で破壊することになっていたんだね。次は、実戦のレポートだよ。実際の戦闘の報告か？そうだよ。空母や戦艦、巡洋艦、駆逐艦から報告された、戦闘の一部始終が載っているよ。どんな戦闘だったのか気になるな。まずは、空母ホーネットからの報告だよ。2機の夜間戦闘機を含む2つの部隊、VFN76 は、暗闇の中ホーネットの甲板で、CIC がスクリーン上で追っている、80マイル離れたホタルのように移動する敵機への出撃準備ができていた。敵が18マイルまで接近した時、戦闘機は方向とともに、雨が吹きつける、真っ暗闇の海上へと飛び立った。パイロットは、ジョン・ダブル・ディア・チューイと、ウィリアム・レバリング・チューイだった。発艦するとすぐに、ディア・チューイ、F6F5N 登場は、レーダーのスイッチを入れたが、役に立たないことに気がついた。なぜなら厚い雲と海面からの反射波で、画面がぼやけていたからだ。彼は、強い気流が機体の進路を不規則にしていて、たとえはっきりと敵機が映っても、スクリーン上に留めておくことは、難しいだろうと悟り、レーダーを切って、他の計器に頼ることにした。夜間、レーダーを頼りに敵機に接近することは、難しそうだな。ちなみにこのレーダーは、ANAPS6 という夜間戦闘機用のレーダーで、以前解説したことがあるよ。当時としては、驚くほどの機能を持ったレーダーだよな。これを読むと、このレーダーの弱点がわかるね。海面からの反射波に、影響されやすいということだな。それで結局この攻撃は、失敗したのか？この後は、このような展開になったよ。ホーネットの夜間戦闘機指揮官は、ディア・チューイに、機動部隊が、彼が追っていた敵機と、他の敵機へ射撃を開始するまで、18000フィート、約25マイルの位置で、旋回するように伝え、旋回中にディア・チューイは、レキシントンの戦闘機指揮官に引き継がれた。そして3000フィートまで降下するように、命じられ、次に1500フィートまで降下するように、命じられた。そこは2マイル先に敵機がいる地点だった。夜明けの光で、ディア・チューイは目がくらみ、敵機が上空にいるのが見えなかった。それで、敵機が下にいると思い込み、ゆっくりと機を降下させ、海面上50フィートまで降下させてしまった。ディア・チューイが、敵機を追い越しそうになった時、戦闘機指揮官は、敵機は1マイル前方にいると伝えてきた。ほとんど同時に、彼の目に飛び込んできたのは、ディア・チューイの真下にいる敵機だった。その敵機を見分けることは、難しかった。なぜなら機体の青みがかかった灰色の塗装が、海の色と混ざり合っていたからだ。彼はそれが、ジルカ系統だと判別した。彼は機体を傾け旋回して、8時の方向から敵機へ向かった。そして4丁の機銃から、それぞれ約10発を発射した。敵機は煙を吹き出し、海面へと突っ込んでいった。敵機からの射撃は、全くなかった。戦闘機指揮官とパイロットが協力してのこの撃墜の成果は、注目すべきものである。敵機は撃墜された時、機動部隊から40マイルの位置にいて、ずっと低空飛行を続けていた。母艦のレーダーで敵機近くまで誘導してもらって、戦闘機指揮官との連携で撃墜したのか。夜間でも、日本軍機がアメリカの艦艇に近づくのは、難しくなっていたんだね。次は、護衛空母ペトロフ米からの報告だよ。これは自殺攻撃にあったことについての報告だよ。つまり特攻機の攻撃を受けたんだな。こんなことが書いてあるよ。
この艦は、一機の自殺急降下爆撃機の攻撃を受け、もう一機の攻撃を受けるところだった。一機は、確実に撃墜して、もう一機は宙返りして雲の中に入り、おそらく操縦不能になって、垂直に降下してきた。他の攻撃機は、集中砲火により跳ね返された。この艦の乗員たちは、このような攻撃を受けた経験を経て、以下のようなことを考えさせられた。1、それは愚かな攻撃法である。なぜなら他の爆撃砲と比べて、帰還できる機会が少ないからである。2、帰還できる機会が少ないのは、2000から5000フィートの間では、照準器に非常に大きく捉えられ、撃墜に必要な弾の密度が、近づくほど減少するからである。3、破壊するまで、爆破するまで、墜落するまで、撃ち続けよ。止めるのに最高の好機は、照準器内から火車のように見えた時である。4、その攻撃では、実際のところ、外視的命部へ爆弾が届く標準的な爆撃より、少ない被害しか与えられない。5、それは歩兵の銃剣突撃のようであり、敵歩兵と同様に、近距離で確実に停止させられる。だから、撃ち続けよ。特攻機を撃墜することを、歩兵の銃剣突撃を、機関銃で投げ倒すことに例えているのか。アメリカから見れば、効率の悪い攻撃をやり続けることは、理解に苦しんだのだろうね。月刊 CIC は、またそのうちやるよ。今回もご視聴、ありがとうございました。